東邦、バウアー、いつかまた日本でプレイして沢村賞を取る。メジャー復帰が今の最大の目標ですか。バウアー、是が非でもメジャーに復帰したいが、他にも目標はある。例えば沢村賞の受賞だ。サイ・ヤング賞との2冠は史上初になるからね。ベイスターズと契約しなかった理由、ベイスターズに戻りたくないからディアブロスと契約更新したと受け止められる可能性もあったけど、そうは思われなかった。今年メキシコでプレイしているけど、日本に戻らないということではない。ベイスターズファンが今でも応援してくれているのは本当に嬉しいよ。バウアー、合格バイ。帰ってくんのかよ。帰ってくるならそれはそれでいいんやけど、その時はもう MLB への未練は完全に断ち切ってくれ。おかげでジャクソン系取れたしセーフ。メジャー行けなかったら、来年日本に帰ってくるだろうか。メキシコで10勝0敗で無理なら諦めやろな。もう日本で細々とやっていくしかない。1回目はマジで来るんかってインパクトあったけど、もう別にそんなやな。まあ戻ってきそうだよな、ずっとメキシコのわけないし。バウアーに単年10億くらい詰めるのはあそこしかない。結局来るんかい。